こんにちは。今回の大分目白押しは、10月から本格運用が開始される大分消防司令センターについてご紹介します。県消防保安室の淵さんです。よろしくお願いします。お願いします。こちら今年の4月にできたばかりの複合施設ですよね。はい、こちら土産複合公共施設です。この中に大分消防司令センターがあるんです。これまで119番通報は大分県内14の消防本部に個別につながっていましたが、10月からは全ての通報がここ大分消防司令センターにつながります。県民の皆様の安心安全のため、市町村と県が密に連携しながら、全国で初となる県内全域での消防司令業務の共同運用に取り組んでいます。本格運用に向けて準備を進めている大分消防司令センターにやってきました。大分市消防局の川上さんにお話を伺います。よろしくお願いします。お願いします。運用が始まると今までとどのように変わるんでしょうか。はい、大分県内14消防本部は10月から消防司令業務の共同運用を実施します。通報を受けた司令センターは、各消防本部が管轄する消防車・救急車に出動指令をかけるとともに、通報の内容を共有します。消防車や救急車はこれまで通り各市町村を管轄する消防本部の所所から出動します。これによってどのようなメリットがありますか。はい、一元化することにより119番通報を最大36本まで同時に処理することが可能となります。また県内の災害情報を集約でき、応援要請などの判断がより迅速化されることにつながります。さらに新たに映像通報の機能が追加されます。これは通報者と司令センターの間でライブ映像によるコミュニケーションを図る機能です。その情報をもとに最適な出動隊の選定や応急手当の指導を行うことができ、より効果的な現場活動につながります。大分消防司令センターは現場映像の受信や防災関係機関との連携を強化するため、最新の技術を駆使してあらゆる情報を収集できるシステムとなっています。こうした司令業務を県内で一元化し、情報を集約することで迅速な災害対応につなげてまいります。消防車や救急車が迅速に到着するためには、住所や災害の内容などの正しい情報が必要です。1秒を争う時だからこそ、落ち着いて通報していただきたいと思います。そのために119番通報を受けた司令員が一緒にサポートしますので、皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。続いて大分県からのお知らせです。県では空き家をお持ちの方の不安や悩みを解決するための相談窓口を開設しています。相続したけどどうしよう、売りたいけどどうしたらいいかわからないなど、一人で悩みを抱え込まずにまずはご相談ください。次回の大分目白押しは、大分県では11年ぶりに開催される北部九州インターハイについてご紹介します。お楽しみに。